カーサ CN-235 スペイン空軍のカーサ CN-235M-100 カーサ、イプトン CN-235 は地域型旅客機及び軍用輸送機としてスペインのカーサとインドネシアのイプトンで共同開発された中距離走発ターボプロップ機。軍隊仕様では海洋哨戒、監視、部隊輸送の用途があるほか、ガンシップとした 対地攻撃型も登場している。最大の運用国は、計61機を保有するトルコ。スペインのカーサとインドネシアのイプトンの合弁事業で、計画され、計画管理のためエアテック社が作られた。設計と製造の責務は、2社で半分ずつ担当された。後のバージョンは、各々独立して開発され、実質的に協力して設計されたのは、シリーズ10とシリーズ100。 百1 110のみであった。設計は九百八十年一月から始まり、九百八十三年十一月十一日に初めて飛行した。スペインとインドネシアで九百八十六年六月二十日に認可された。量産機の初飛行は九百八十六年八月十九日であった。そして、連邦航空局の承認は九百八十六年十二月三日に、 与えられた。CN-235 はメルパチヌ・サンタラ航空が1988年3月1日に初運航した。CN-235 はアメリカ沿岸警備隊に中距離監視海洋哨戒機プログラムとして選定された。2004年にロッキード・マーティンを集計を利用者に契約された。採用された。 HC-144A オーシャンセントリーは2006年12月にミッションパッケージを導入するため、イーズ・カーサからロッキード・マーティンへ届けられた。2009年4月2日に初期作戦能力を達成し、2009年7月1日までに8機が引き渡された。2008年7月にメキシコ海軍は6機の CN-235 を注文すると発表した。 2006年8月にアフリカの航空会社サファイアとティコが3機のカーサ CN-235 から10を運用している。アジアンスピリットもフィリピンで唯一の CN-235 の220を運用していた。1995年にカーサは CN-235 の胴体を引き伸ばしたイーズカーサ C-295 の開発を開始している。 CN235 から 10GECT7 から 7A エンジンを積む最初の量産型 CN235 から100、110GECT7 から 9C へ乾燥したシリーズ10。1988年に31期目からシリーズ10に変わって生産された。電気系統、警告、環境システムを改善。スペインでの設計がシリーズ100。 インドネシアでの設計がシリーズ110となる CN235 から200、220改良型。より重い運用重量を満たすため構造を強化。航空力学的な改善のため主翼の前縁と方向打を変更。最大ペイロード状態での着陸滑走距離を減らし、航続距離が延長された。シリーズ200がスペインでシリーズ220がインドネシア。 CN235 から300ハネウェル社のアビオニクス一式を採用した200-220シリーズのカーサ改変型。他は余圧の改善さとオプションである前輪の副車輪化に備えた変更。CN235 から330フェニックス・オーストラリア空軍で計画された戦術輸送機の調達にリップトンがハネウェル製アビオニクスの更新。 R-2002 システム、最大で陸重量 16.800kg へ、引き上げなどシリーズ200、220の改良系を提案。財政的な理由で1998年にキャンセルされた CN235MPA 海洋紹介機、6カ所のハードポイントを追加し、AM-39 か M46 魚雷を搭載可能。 HC-144 オーシャンセントリー風 -25 ガーディアンの更新用としてアメリカ沿岸警備隊向けに設計された捜作救難型。-300MP 型をもとに設計されており8機が発注された32機の取得を計画 AC-235 ヨルダン空軍が導入したガンシップ型。胴体左側に M230LF30mm チェーンガンを装備し、スポンソン両側にヘルファイアやロケット弾ポットを携行するパイロンを追加している。CN-235 の運用国物はナボプタツワナブルネーブルキナファソ、カメルーンチリコロンビアエクアドルフランスガボン、コートジボワールインドネシアアイルランドヨルダンマレーシア、メキシコモロッコパキスタンパナマパプアニューギニア韓国。 サウジアラビア南アフリカ共和国セネガルスペイン、トルコアラブ首長国連邦アメリカ合衆国体2面図。出展、グレッグケーベル、カーサカーゴリフターズ、C-212、CN-235、ア CN ンド C-295。2011年12月25日閲覧。諸言性能。ありがとうございます。